さあ前半のキックオフです。右にエンドを取りました。与えている時間帯も、あ、縦にボールが出た、よし、だよし、決めるか、決めた、先制点、8番の林大地が決めました。いいトラップ打った。いや、センターバック瀬古から一本のパスでアルゼンチンを崩していきました。ナイスゴールだね。よし、ヘディングシュート決まった。日本に追加点。今日キャプテンマークを託された板倉滉が見事に決めました。素晴らしい。久保のコーナーキック、決めたのは板倉滉です。いいボールでしたね、今ね。点と点で見事に松木さん合わせていました。いや、見事ですよね、はい、ここもいいボールが来た。日本3点目、板倉今日2点目、もう1点だ。久保と板倉、この2人でアルゼンチンから今日だけで2得点を奪いました。見事だね、見事なボールですよ。もう向こうやる気なくなってるね、完全に相手の前で。そう。